はい、FM機のお聞きの皆さん、こんにちは。はい、こちら、10月31日、午後5時を回りました。サザンブリーズ火曜日でございます。こんにちは。こんにちは。はい、さあ、何ですか。はい、見てますかね。10月最後ですね。はい、はい、よろしくお願いします。なぜか立っているという。すごいね。バタ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 で始まって。はい。サザンブリーズをお送りしていきます。10月まではね、トロピカルビーチの方から放送していた番組なんですけどもね、はい、なんと遊泳禁止ということで、あらら、もうね、今年の遊泳は終わったそうです。あ、もう完全に終わりですか。終わりましたね。終了ですか。はい。あららら。そうか。まあ台風もありましたからね。そうですよね。はい、遊泳禁止いつから終わったんですか。実質19と言ってましたかね。あ、そんな結構。そうですね、やっぱ台風に備えてね、早めに終わっちゃったんですね。そういうことですね。あ、なるほど。はい、まあ夏の間楽しみましたね、トロピカルビーチを。そうですよね、本当夏のあの日差しの中。あ、まあ日差しはね、はい、大変でしたけど。暑い日差しの中ね、でも海見眺めてね、気持ちよかったですよね。はい、あ、ま、でもそう、はい、うん、もうでももうやっぱり11月になるので、だいぶ日も落ちるのが早くなってましたよね。そうですね。だってあのトロピカルビーチで放送した頃なんてもう、まあ、眩しくて眩しくて、ね、なんかもうずっと昼間のような感じの、あの終わる時間になってもね、ね、ね、感じだったんですけど、ね、もうだいぶ暗くなるのが早くなりましたね。はい、ね、まあ、このスタジオから、まあ、これからね、サザンブリーズをお送りしていきますね。うん、はい、そうですね。このスタジオもね、眺めがいいんですよ。ね。宜野湾の海が綺麗に見渡せる高台からお送りしております。はい、宜野湾市喜友名にスタジオがあります。FM 宜野湾よりこの後、6時までお送りしていきます。はい、お相手は FM 宜野湾ゆきと。はい、私、東勝明です。ちょっとマイク下げて、私が、はい、私だけ、はい、ミキサー練習中ですね。そうなんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日もあのネットでツイキャスとユーストリームも放送しております。はい、ツイキャスコンティニーコイン早速いただいてますね。 ありがとうございます。パレソリさん、パレソリさんかな。よろしくお願いします。、はい、ありがとうございます。初見ということで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。東さんのマイクはちっちゃいですね。はい、なるほどね。あ、そっちじゃないですね。こっちですね。はい。で、あの今日もあのテーマを設けてこの番組ね、うん、お送りしてるんですけども、はい、今日のテーマは、仮装。仮装。今日ハロウィンですもんね。なりきりとかね。ね、ハロウィンということもございまして、そんなテーマでぜひお送りください。メールお待ちしております。はい、メールアドレスは797@fmginowan.com です。はい、で、あの皆さんこれから今日の夜とか行かれるんですかね。いや、繰り出すんですかね。繰り出すんですかね。でも平日ってみんな行くんですかね。平日？でも夜からが楽しいんじゃないですか。まあそうですけど、大体このこういうハロウィンのなんか夜の盛り上がりって週末、その一番近い週末にちょっとこう盛り上がるみたいな、はいはいはい、あの28は台風だったけど、29はもう落ち着いてからライカもいたらすごかった、ね、ああそうか。あのみんな仮装だった。うーん、子供なんかもらえお菓子もらえるとかだったみたいで、はいはいはい、トロパじゃなくてハロッパだったかな。うん、でみんな仮装してて、で私はもうこの今のものに疎いので、うん、あれは何の仮装だろうって分からんのとかありました。でも仮装なのかな、どっちなのかなみたいな。はっきり分からないのとかありました。あれ何の仮装とか言って聞いて、いや仮装ちゃうんちゃうみたいな。
普通に奇抜な格好なんです。そう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 。でもあられちゃんとか、うん、あのミニオンとか、はんはん、うーんとね、シンデレ、あ違う、白雪姫とか、はい、そんなのが多かったですね。可愛 い, いね。可愛 い, いですね。いっぱいいた。そんなのが可愛 い, いな。はい。怖い系はあまりなかったですね。子供ちゃんはね。僕あの子供じゃないんですけど、はい、あのいつだ、昨日、その日曜日か、日曜日にあの足ビナーに来たんですよ。はいはい。那覇の。あー。アウトレットモール、アウトレットモールだしな、はいはいはい、あそこもなんかハロウィンパレードみたいなのやってて、はいはい、でそこで子供たち仮装したんですけどね、はい、千と千尋のやつの顔なしのね、はいはいはい、あのコスプレをしたね。あ、いいですね、いい趣味してます ね, ね、大人がいたんですよ。あ、大人お、いいですね。でね、普通に買い物しててね、あ、はい、僕あの角曲がった時に突然顔なしが現れて、おかなりビビりましたね。でもいいですよね、ビビるけど。顔なしも買い物してました。あ、なんか買い物袋持ってました、ね、どう対応していいかわからないですよね。おおってびっくりして、びっくりした方が喜ぶでしょうね、多分やってる人は ね, ね、そうそうそう。マスオさん来てますね、はい、ひみこ様、いや、ひみこ、私一応仮装してるのわかります？じゃあラジオの人は絶対わからないんですけど、はい、ちゃんおかさん、あれゆきさん、アンナミラーズの店員さんの格好じゃないの？昨日めっちゃ考えたんですよ。今日番組だからなんか期待されてるよなと思って、何を仮装しようかなと思って、はいはい、ずっと真剣に考えてたら、あ、なんかウェイトレスさんの格好がしたいと思って、メイドさんとか思ったんですけど、いいじゃないですか。いや、それは夜に思いついたので間に合うわけないじゃないですか。ね、ドンキもね、ちょっと行く暇なくて。でもっと考えたら、うん、これになったんですけど。おこれと言われてもどれなんでしょうか。分かる人いますか。ツイキャスであの映像が映ってるんですけどね、うん、みんな当ててください。マスオさん、ハロウィンの仮装の中に実は本物が混じってるんじゃないかと思うとちょっとワクワクする。なるほど、ね、例えば本物、いや、だから例えばあのなんていうんですか、警察官のコスプレしてる人がいた、はいはいはい、いたいた、この人本物じゃないかっていう。なんかね、微妙なセクシーポリスがいたんですよ。あ、なるほどね。ちょっとこの胸元が、うん、開くっていうほど開いてなくて、うん、あ、どっちかなって、あの本当に見回りしてんのかな、どっちかなって。セクシーポリスだったらそのコスプレでしょ。コスプレだと思うんですけど、うん、いや本当になんか見回りしてるようにも見えたんですよ。なんか、あ、なるほどな。そうか、ゾンビとかね。あ、ゾンビとか、あ、そうか、夜外で見たら怖いかもしれないですね。怖い怖い。さっきみたいに、でもその何ですか、ショッピングモールとかで見たら、はいはい、あ、コスプレだなって。あ、そうですよ ね, ね、うん、場所によるけど、ね、場所によるけど、うん、怖い系。なんか私はね、あの不気味なんかテーマね、ハロウィン何していいって、不気味なことやっていいとかね、うんうんうん、ちょっとよく分かんないけど、なんかかぼちゃっぽければいいみたいな。まあまあハロウィンといえばね。なんかそうそう、意味があんまりわからんから、もともと日本でね、別にね、ただお祭り騒ぎでしょ。まあ日本で言うとそうですよ ね、コスプレして、もともとはなんかどこだった、アイルランドでしたっけ。アイルランドかな、どうかわかんないですけど、ね、でも要はその都市のいわゆる豊作を祈願してるやつなんですよね。ので、この10月31日が年末、大晦日みたいな日でね、うんうんうん、年1年の終わりってね、うんうんうん、で死者が蘇ってくるっていう日らしいので、もうこっちに伝わるまでにね、そうですね、そういうのは抜けてるでしょ。ぐちゃぐちゃになってますね。いわゆるお盆で仮装してるみたいなもんですもんね、僕たち。そうそうそう、だから死者が帰るんだったらお盆だし、うん、大晦日だし、そんな合わさったような感じなんで、とにかくなんかみんな変な格好していいぞみたいなと捉えてるんですけど、違いますかね。うん、どうだろう。あの多分ケルト民族だと思います。はい、なるほどね。あ、あね、野の中の銀の太さん、ユーストの画面ね、ちょっと直します、後で。これか。斬新な画面になっています。斬新な画面が、はい、あのでお化け系で言ったら、私、うん、素で何も仮装してないのに幽霊と間違えられたりするんで。ああ。ああって。ああ、まあ髪長いから。ちょっとわかりますね。
ひょろーっとしてるし、すごーっとおーみたいな驚かれたりするんで、まあ、そこはあえて今日やらなくていいかな今日はねというわけで今日はテーマはハロウィンとか、はい、なりきりとか仮装とかのテーマで、うん、あのメッセージお待ちしてます。なりきりだったらねやっぱり役者さんなんで東さんはね、はい、その辺のことも聞けるかなと。あ、やってますねいろいろなことね、はい、うんうん、ちょっとで1曲目円夜聞きたいんですけど、ね、いきなり言っていいですかそうなんですねやっぱり ねなんかケルトのお祭りだそうで、うん、はい、なるほど。と言えば円夜じゃないですか。円夜さん、ね、マスオさん、部落で日曜日の夜中にハロウィンパーティーしたよ。へえ、プーさんの格好で待ち構えていた。お菓子を配る方も仮装するのって日本流だよね確かにもうね意味わからないですよね。もう何でもありですねお菓子を配る方を やってたんですね。あ、そうか、大人ですもんね。あ、そうか、子供はじゃあお菓子をくれと言ったらみんながくれる日みたいに思ってるでしょうね。あ、うん、さあ、円夜はね ENYA ってやった方がいいと思います。はい、はい、じゃ あのメールアドレスは797@fmginowan.com です。でね、あの10月今日は最後の日で、はい、このサザンブリーズもね来月から大きく変わりますので、そうなんですね、この今まで従来通りのサザンブリーズはね今日で聞き納めとなっております。はい、皆さんメッセージぜひたくさんお待ちしておりますよ。お願いいたします。曲出そうですかね。出るかな、これかな、エイヤさんだけのやつかな。ちょっとじゃあ喋っといてください。はいはいはいなかなか見つからないですね。でも仮装ってどうなんですかね。でも普段なかなかねやっぱり仮装なんかあんまりやらないと思うんですけども、僕やっぱりお芝居ねやったりするんでいろんな格好をしたりするんですよね。はい、お、流れてきました。はい、ではオープニングナンバーは、はい、円夜の曲をお届けします。はい、お願いします。あの曲ってとこクリックしてこの一番左の、はいはい、曲か、はい、してからその画面で あれ円夜だったらああいうふうに入れると、
ります。サザンブリーズをお送りしております、はい、時刻は5時15分を回っています、はい、で続いてははい続いても、こちらいただいておりますよツイキャスはい、はい、ツイキャスですねはいマスオさん、ブラックで日曜の夜中にハロウィンパーティーあそれ読んだよ読みました検索で必死で検索してる間に読みましたなるほどね、どこまで読みましたで結局ゆきさんのコスプレ分からずじまいってそこかケルト民族の仮装ってあと野の中の木の穂太さんはゆきさんそれは生体号の頭生体号の頭ああそう結構だいぶ豪華になってるこれ今曲の間にちょっとアップで映ってみたんですけどやっぱ分からないですよねいやいやー分かる人にはあのフリーダ・カーロのつもりなんですけどそうそうそうですねそうそうそうフリーダ・カーロさんが分からないもう検索してくださいフリーダ・カーロって画家です画家メキシコの画家ですいや分かるんですいやそれは分かるじゃもう一生懸命考えてなりたいのはやっぱこれ眉がつながってるの分かります？あ、本当だ。あ、分からなかったです。言わないと。本当だ。確かに眉がつながってる。あ、濃い眉毛が好きなんですよ。ほう。で眉毛もう何だったらつながっててもいいぐらい。うんうんうん。このフリーダがカーロさんは見事に眉毛がつながってる女性なんですよ。はい、でヒゲもちょっと生えてて、ちょっと今ちょっと黒っぽくしてるんですけど。あ、女性で生えてらっしゃる。はいはい。検索してみてください。似てるかどうかね。それはなかなかな。じゃあでもコアなところ行きましたね。フリーダ・カーロって映画とかもあるんで。はあ、あそうですか、はあはあ。自画像とかも有名なんで。いや、わかる。そうなんだ。じゃあなんかなりたいものとかに、うん、この機会にしかできないから今日やっちゃえみたいなのもあると思うんですよ。コスプレ。そうですよね。それで。普段なんかやりたいことだいたいやってるんでいやそうなんですよねだから僕たちのねそうそうそう仕事っていうと、はい、結構ねそういわゆる注目も浴びるし、はい、あのなりたい格好をするししますよね、はい、男装もするし女装もするし着物も着るし多いですもん ねだからコスプレしてる感があんまりないですよ自分の中で、ね、特別な感じがあのこの FM 機能のスタジオに小道具入れがあるんですけど、うん、これいろんな番組の方が使われるやつになってるんですけどあそこにあの巫女さんの過去とかもあるんですよ、巫女もねリアルでやったことあるんですよあリアルにそういうリアル本当に平安神宮ではいあすごいだからねそれもやりたくてやったんですけどだから大体巫女さん似合いそうですねで普通に ねいそうですもんねそうなんですよだから、うん、もう考えてフリーダ・カーロにしましたねマスオさんフリーダ・カーロは自画像が多いのはいはいそうですよ、うん、いいですねマスオさんのこの草間彌生さんのコスプレ見たことあるあそれいいこれは面白いなあ何草間彌生は分かるんですかわかりますよいや同じぐらいの有名っていうかあそうなんですかあそうなんだそれはじゃあ僕がそうかじゃあ来年草間彌生でいや草間彌生さんのコスプレは面白いなおかっぱにしてそれは面白いな全身水玉でねそうそれいいな、はい、今日皆さんどんな格好するんですかね、はい、そんなのでもぜひメッセージくださいねお願いいたしますはいでで次のコーナーですか。コーナーですか。ではないですか。コーナーお天気とかです。お天気の方に行きますか。はい。なるほど。行けます。じゃあ行きましょうか。はい。では今からお天気と道路交通情報です。はい。まずはお天気からです。はい。行きましょう。で沖縄本島中部のお天気です。はい。こちら今夜31日は、曇りの方になっております。はい、でそして、降水確率がですね、10% となっております。で気温が出てきてないけども、あ、この時間は気温出ないんですね、はい、明日の予想明日の準備ですかね。
明日の1日の予想の天気は、晴れ、後曇りとなっております。降水確率も、各自ともに 10% となっております。そして朝の最低気温那覇ですけども、22度、日中の最高気温は28度となっております。はい、はい、夜とか涼しいですよね。夜はね、風もまあ今の時期、ね、うん、出てきてて涼しいですよね。はい、こちら、沖縄本島地方の沿岸の海域ではうねりを伴い波が高くなっていますと、11月1日にかけて波の高い状態が続きますので、海上や海岸付近ではうねりを伴った高波に注意してください、はい、ということでございます。はい、以上お天気情報でした。はい、はい、続いて道路交通情報、まずは高速道路から。はい、こちら高速道路は、はい、沖縄道の上り金インターチェンジ付近に故障車が止まっております。金インターチェンジ付近上り故障車が止まっております。前方に注意して運転の方お願いいたします。そしてもう一つ、こちらも沖縄道上り、北中城インターチェンジ付近に故障車、こちらも止まっております。こちらも前方に注意して、運転の方お願いいたします。はい、はい、他はスムーズに、走行しております。はい、はい、続いて一般道いきます。こちら一般道は、はい、前原から大蛇の向きが渋滞しております。そしてあとはこちらアハチャ交差点付近ですかね、アハチャから、大平からアハチャ向き、そして、アハチャの交差点付近と、坂田交差点までですねが渋滞しています。はい、はい、あとは、ライカムの方ですね、こちら、五谷交差点から漬蘭交差点両方向で渋滞しております。はい、はい、そして、茶壇から、大蛇な、方面、大蛇なから茶壇方向けですねの方も渋滞しております。はい、以上。伊佐からじゃないですか。大蛇なからって相当、大蛇なあ、伊佐からですかね。はい、はい、あ、なるほど。伊佐から茶壇向けが、はい、渋滞しております。はい、はい、以上ですかね。はい、はい、今日も、そうか、三三丸がちょっと混んでるみたいなんで。そうですね。もし違う道行けるんだったらちょっと避けて行かれた方が、うん、回り道した方がいいかなと。はい、感じでございます。はい、はい、今日もじゃあ皆さん安全運転でお願いいたします。お願いします。はい、以上道路交通情報でした。では CM です。はい、ハロウィン行ったことあるんですけど、そうか、全然違う、明日から、明日からね、見てた、明日からね、見てたからな。すいません。
サザンブリーズをお送りしております、はい、ではゲストさん今日いないので、はい、ここでギノワンヒルズ通りのハロウィン情報です。ハロウィン今日ですか、ね、今日ですよ。ぜひギノワンヒルズ通りに遊びに来てください。あららこの後お菓子もらえますよ。いいんですか皆さん。その代わりあれですよね、トリコアトリーとかなんか言わないといけないですよね。そうですよ、それは絶対ね必要な言葉ですから。はい、やっぱりそうですか。それはそうですよね、ではお店ごとにいろいろ細かくあります、はい、コルクさん、来店者にお菓子無料配布、うん、そして購入者にはくじ引きで商品券が当たります。このくじ引きで商品券当たるんですけど、この割引の割合が違うんです。このあ 何割引きとかが、はいはい、はい、でボヤージュすぐそこですけど、うん、手作り の, あの店長が作ったクレームをジャンジャンブル生姜味のパンナコッタがもらえるということです。めっちゃ美味しそうです。美味しそう、はい、おしゃれな服屋さんです。でナショナルさんお菓子プレゼントで、アイル098さんは、うん、店長一押しの駄菓子プレゼント、うん、ズミカフェ、ハロウィンキャンディーカップケーキプレゼント、はい、マーメイドベーカリーハロウィンスイーツ販売中、うん、あのねちょっとねお土産に持っていくような感じの、はい、いけそうなすごいあのカラフルなお菓子が売ってますので、ぜひ見に行ってください。テスタさんビターな大人のチョコレートプレゼントいいなぁ、うん、子供のもんだけじゃないぞと分からんけど大人もね楽しめるっていう、はいはい、着物花沖縄さんキャンディープレゼント、うん、ってことです、はい、他にもあると思います。おぜひねこの機会にちょっとなんかいつもあちょっと気になってたなみたいな店があったら今日ねちょっと入りやすいんじゃないですか、こういうのやってたらね。お店に入るだけでいいんですか。入ってまあそのか、うん、別に買わなくても来店者にでしょうね。そうなんですか、うん、仮装しなくてもいいんですか。ああそこまでは聞いてないけど多分お菓子くれないとなんかするぞって言ったらくれるんじゃないですか。入店してすぐにトリックアトリートって大人が言いにくいですけどね子供と子供連れで行った方がいい。確かに子供に言ってもらうってそれは絶対その方がいいです、はい、ね、仮装しなくてもいいのかな。それは言ってなかったね、マスオさんね。いいと思いますよ多分。なるほど、はい、以上ギノワンヒルズ通りのハロウィン情報でした。はい、ツイキャス、佐藤美希彦佐藤さん来てます。ギノワンの米軍基地付近はハロウィンの盛り上がりはどうですか。はい、いやここからギノワン FM ギノワンから見えるヒルズ通りは何も普段通りです、うん、そうですね、ここはね、うん、何もねイルミネーションとかも別にね特に何もないですよね。この辺は特にね茶壇がすごいですよね、うん、ああみたいですね、うん、あのもうゾンビみたいなのとかすごいクオリティのがうようよ歩いてますよねうわーすごい、うわーって見とれるようなのとかね。あ本当ですか。へえー、どうなってんのみたいな、みんなすごいですよね。あとあの何年か前に基地の中にちょっと入って、うん、あの本場のあれはハロウィンはどうかなと思って行ってみたんですけど、はいはいはい、ちゃんとあの家ごとに普通のお店じゃなくて普通の家回るんですよ、うん、あじゃあ本当にじゃあそれこそなんていうかあの映画とかで見たような感じに、うんうん、でちゃんと待っててくれてるんですよ。あなるほど、やっぱりそういうアメリカ的な文化で、うん、もう玄関で待っててくれたりしてそこに子供が並んでトリックアトリートって、あでもそっちが本当のハロウィンですもんね。おようん、ね、いやまあさすがに日本人がね普通の家にはちょっとね行かないですよねえでもなんかこ、まあ、沖縄では聞かないのかな。なんかでも大阪東京とかだったら、はいはい、そういうの普通に隣の家にいたりとかっていうのをなんか聞いたりしますけどね。隣の家はそう知り合いだったらいいですけど、そう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 全然知らない人の家、あ知らない人の家は無理かな、ね、うん、用意してないですもんね、なかなか。はい、そしてその辺なんか日本人面白いですよね仮装の方に走ったんですねそうそうそうコミュニケーションの方じゃなくてそうですねはい、うん、メールもいただいてますよ、はいはい、ありがとうございます、はい、進撃のめいちゃんさん、あリクエストもいっぱいありがとうございます、ユッキーさん、あずまさん、生放送お疲れ様です。はい、ハッピーハロウィーンってめいちゃんです。
東さん、そういえばもしや今日で火曜日担当終わりなのと。11月というか今週木曜日から東さんを一人でやられるんですね。ではまたメールしますね。やられるんですね。笑いって笑いって書いて飛ばしました今笑いね。木曜日じゃないですよ、明日からですよ。そうです、もう明日、今日だから10月最後で、そう、このパターンのサザンブリーズは今日で終わりで、明日11月1日からはもう東さんがメイン MC です。そうなんですよ、はい、はい、そうね、ちょっともう今日のこと忘れてたぐらいですよ。本当ですよ、明日のことで頭がいっぱいで本当にあったふったあったふったしてて、はい、あ、また2つ目めいちゃんさんからいただいております、はい、あ、今日から東さんミキサー操作なんですねってあ、おめでとうございますってありがとうございます、はい、で仮装ですねと、昨日の夜ハロウィンパーティーでゾンビの仮装しました、ゾンビメイクしたんですが大変でした、はい、うん、メイク落とすのに一苦労でした、では楽しく聞かせていただきますね、ありがとうございます、楽しんでますね、いいですね、ハロウィンパーティー、パーティー要はそのお家とかにお友達とか呼んでパーティーするってことですかね。そっかそっか、仮装してでもいいですね、ハロウィンにかこつけてパーティーできる、いいですよね。まあいいですね、ちょっと特別だしね、あの、そうそうそう、服装もなんか遊べるしね。ただそれはね、ちょっと仲間内でやると結構その何ですか、そのハロウィンの仮装の大喜利みたいになるじゃないですか。はい、わかります。どういうことです、わかります。それがちょっとクオリティ低かったりとかしたらみんなのクオリティが揃ってたらいいけど、そう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 、一人だけ飛び抜けてこうね、そう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 、上だったり下だったり、上なのか下だったりとかで、うん、ね、あれこいつめちゃくちゃ本気だなと思われる可能性もあるし、うん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 、あれでも全然乗り気じゃなかったのかなとかっていう、あ、だって今日なんて私東さん何もしてないし昨日メールで明日ハロウィンですねってさりげなく書いたのに、いやだから、いや違うんですよ、だから今日も僕もね、なんかこう仮装というかなんか一個小道具持ってこようと思ってたんですけど、はいはいはい、まあ完全に忘れましたねもう高速乗った瞬間に思い出しましたねもう引き返せねえと思ってうん、そうか、今日なんか私仮装の道具持ってくるためにゴミ捨てるの忘れましたもんもう家の中はい、はい、そしてツイキャス来てますね、はい、ありがとうございます、はい、うん、地蔵盆分かるって、地蔵盆のイメージだなって、ジャックオーランタンを下げてるところに行くらしいね、うん、ああ、なるほど、あのジャックオーランタンって、あ、要はあのかぼちゃのやつ、ね、かぼちゃくり抜いて、あ、なるほど、これがあったらうち来てくれていいですよっていう目印になってるってことか、はい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 、あ、そうか、そりゃそうですよね、確かに来てほしくない可能性もありますからね飾り付けしてる家はね、行きやすい、確かに確かに、行きますよね、うん、こう地蔵盆のイメージと私思わない、地蔵盆は分かるんですけど、うん、じゃあそれよりなんかね、広島の尾道にいた時にね、4月の1日ぐらいにやる、なんて名前だったかな、このお祭りが とっても似てるんですよ。あの、あ、でもそれお地蔵さんを回って、うん、あ、そうだ、それのこと言ってるのかな、ちっちゃいなんか櫓にお地蔵さんみたいなのがあって、そこに巡っていくとそういうのがいっぱいあって、そこにはお菓子があってもらえるんですよ、子供たち、ほう、島中、ま、回るんですよ、それで島中、はい、はい、でも朝方の中2時間の間ぐらいで終わりだったんですけど、うん、うん、みんな必死で自転車とかで回って、へえ、全部回るために、はいはい、はやってましたね、それに似てるなと思います、私も、うん、うん、なるほど、日本にもね、なんとなくありますね、あ、ミッキーさん、はい、突撃隣の晩ご飯え、迷惑ですね迷惑ですね、米助さんですねご飯くれなきゃなんだ、あ、どこ行った、ご飯くれなきゃいたずらしちゃうぞ、マスオさんでも普通にあの沖縄だったら普通にいただけそうですね、確かにね確かにそれは沖縄は大丈夫そうです、あるかもしれない、うん、まあ、それこそちょっと開けてる家ですけどねああ、はい、うちいいですよ、来てもあらら、いいらしいですよでうちがどこか分からないです東京は個人宅よりも繁華街は繁華街やイベントスペースでパーティーのノリな一日のハロウィン、あ、そうか、
渋谷のスクランブル交差点とかこう全然知らない人とハイタッチとかするんでしょう。そらしいですね、イエーイ交差しながらイエーイって。あ、なんかね経済効果ね、1300トンで5億円って言ってましたよ、はいはい、何それ。え、それ今年のやつですか。あ、分かんない、多分なんか、なんか去年の段階でバレンタインを超えたって ね、ですよね。去年の段階でその話あったから、はいはい、今年なんかより盛り上がってるんじゃないですか、うん、年々ね盛り上がってるから。確かにバレンタインってチョコだけだけど、うん、仮装ってなったらもういろいろじゃないですか。いや、そうですよ、それ確かにね。小物買うとかだけだったらもうね、うんうん、みんな買うんじゃない、ちょっとぐらいは ね。でしかもその言ったらバレンタインって基本バレンタインの日だけじゃないですか、はい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 、盛り上がるのって、はい、ハロウィンってその言ったら前日とかもちろんその週末の時とかにバーって盛り上がるし、はいはい、はい、いろんなとこでイベントがあるし、もう改めてその経済効果を聞いてびっくりしました。日本すごいですね。すごいな、いろいろ。このたまたまこの何もない時期にね、うん、ちょうどいいんですよね。そうそうそう、騒げるのがあってねはい、すごいな。あとはミッキーさんはね今 YouTube で、はい、渋谷のスクランブル交差点のライブカメラ映像を見てます。はいはいはい、あるんだ、はいはい、定点カメラで面白そう。へ、じゃあちょっと曲いきましょうか、はい、うね、キャリー、キャリーパム、あ、それいきますか。リクエストをいただいてたんですけども、はいはい、いきますかね。進撃のメイちゃんさんからのリクエストで、じゃあマイケル・ジャクソン、あ、そっちですか、はい、ね、いきましょうどうぞマイケル・ジャクソンの、スリラーですね、どうぞ。なんとかもかけたいです。あの、ユキフォルダに入れてたり。もう37分でしょ。そうそうそう。あ、サザンブリーズの。あ、もっと上かな。あ、この。一番上のやつ。あ、これを。最後その下のやつ。最後、一番最後の最後。はいはいはい。最後曲で終わりましょうかね。オッケーです。ね、せっかくキャリーパムパム言いにくいところ言ったのにスリラーって何も息合ってないですね。楽しんで経済効果が上がるのが一番いいよね。ね。もう。そもそもなんかこのあんまり意味とかがないから好きなように楽しんでますよね。うん。とりあえずコスプレして盛り上がって。ね。ヨネスケのカーソ。大きいしゃもじもつ。あそこ読めばよかった。なんて尾道であれなんてやつだったか、地蔵盆って言わなかったんですよね。なんだったかな、なんとかさんだった、米助さんじゃなくてあー、カップルとか関係ないから、あー確かに、あー、じゃあ曲明け CM 行って、あ、でも2曲かけたいですよ、どうします、半分で終わりますか。うん、曲はと CM でもう一回ちょっと喋って曲行って、うん、終わり、はい、CM でもちょっと喋るのは東さんのなりきりのこと聞こう。あ、そうしますか。じゃあスリラー、で、その CM 行きますね。あ、はい。
これこっちであのツイキャスの画面も見てあのやるときは。はい。もうキャリーパミュパミュいいかな。いや、やっぱりキャリーパミュパミュで終わろうかな。いや、やっぱりライドオンタイムで。ライドオンタイム書けないのに何回も言うって言いにくいところ。キャリーパミュパミュ、キャリーパミュパミュ。じゃあ CM 開けてちょいしゃべりのキャリー行って、あ、どうした、キャリーパミュパミュはかけなくていいです。かけなくていい、かけないですね。かけないです。かけないですね。じゃあもう CM 分けでその場エンディングまでですね。はい、あ、お接待、はい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 、そうだったかも。うん。KP、 あ、サザンブリーズをお送りしております、はい、今日はテーマなりきりハロウィン、はい、仮装などです。そうです、はい、あのさっきあのね、よ、米助さんの仮装をして、うんうん、隣の晩御飯しゃもじ持っていくって分かりにくい。ヨエスケさんの仮装ってただのおっさんですからね。まあ大きなシャン持ってたらそれっぽいですけど。めっちゃ難しいです。普通の人の真似って、ね、相当特徴のある人じゃないとね。そうですね、まあ、あ、でも確かにそういう人はブルゾンちえみさん多かったです。ああ、はいはいはい、はい、コスプレ多かった、子供たち、まあ、この服って決まってるから、まあ、一応分かりますよね。そうそうそう、衣装があるからね。はいはいはい、あのゴイクエーショーさんのもなんかいっぱい行って会いました。あ、見ました。いました。いや、私は見てないんですけど。いや、僕も見てない見てなかった。なかなか子供たちはやらないんじゃないですか。うん、で、なんかさっきゴエクエーションさんがレモンケーキ配ってたって。ね、あのなりきりの話ちょっと聞きたいんですけど、うん、役者さんじゃないですか、はい、なりきるの上手じゃないですか、はい、いやー、そうかな。どうですかね。なりきるのに抵抗ないですか。抵抗ね、抵抗ありますよ。うん、あるのはありますよ、はいはい、役によります、はい、うん、ただもうある顔はできるだけ出さないようにしますけど、抵抗ありそうな感じのはい、はい、だってもういろんなね、それこそ仮装しましたからね。あ、仮装、仮装的な、うん、あるちょっとお芝居で、はい、なんかね、アニメのコスプレをするオカマの役をしてたんですよ。ややこしい。そう、コスプレ、うんうんうん、だから、コスプレをするんですけど、うん、全部女キャラクターもののコスプレをするんです。はい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 、舞台の中で、はいはいはい、だから最初に出てきたのが、エヴァンゲリオンのアスカ、うんうん、はいはい、ソウリュウアスカラングレ、はいはい、ソウリュウアズマラングレだって言って、はいはいはい、出てきた、赤いの着て、そうそうそう、はい、やったりとか、あとはなんか、プリキュアの格好をしたりとか、はい、どんな、見てみたいな。いろいろやってましたよ。衣装の担当の人がもう全部を手縫いでね。でしょうね。オリジナルちゃんと既製品なんか着れるわけないので全部きっちりサイズ測ってすごいなやっていただいて、でもインパクトで絶対負けるからずるいわ。そうそうそう、本当にもう本当にね、出落ちですよそれはもう。今日もいるから、そういう人いそうだな、いてほしいな。いや、いるんじゃないですか、うん、いらっしゃるんじゃないですか。はい、あきら 100% のコスプレってミキヒコさん。やばいな、それはもう脱いでるだけです。ソウリュウ、アズマラングレ、文字で見るだけで反則が怖い。楽しいですか、もう、ね、じゃあ日常ですね、別にハロウィン。そうですよね、なんか、うん、コスプレとか、うんうん、でそれこそ、この9月にやった舞台なんか僕も女装してましたんで、はいはいはい、網タイツ履いて、うんカツラかぶったりとかして、自分の足に見とれたりします。いや、全く沸騰と思って
太いなこの足。あ、そうですか。うん、だってタイツ履いたら結構男の人でも綺麗に見えたりしないですかね。いやでも太いな。そうか。そうですよ。仮装でも他なんかやります仮装そんな。いや私あの、うん、伝統芸能で男の人しかやらないやつ、うん、無理やり入れてもらってるんでいつも男装してるんですよ。あ、なるほど。はい。やらせろと。いつもね全部仕上がってからキモって思う。やっぱりなんか違うんですよね。あ、なるほどね。自分でどっちかというと男っぽい顔かなって思ってるんですけど、うんうん、やっぱり並ぶと違いますね。なんか首が細かったりなんか変なんですよ。なるほどね。このねトランスするのはやっぱりちょっとかなりいろんな努力いりますよね。そうそう、舞台上だったら大丈夫なんですよ。それを、はい、それだから控室に帰ってきた時に鏡見たらあれって思う。ああ、このゾッとするね、今日仮装する人もどこから着替えるかみたいなね、こう悩みますよね。この格好で家出るのみたいなね。そう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 。なんか渋谷はこの着替えのこの仮設の着替え更衣室みたいなのも作ったりとかねしてるらしいですよ。あ、そうなんですね。じゃないとね渋谷に行くまでじゃあどうするってね。あ、そういうことか、ね、ちょっと自分のこの田舎のね駅とかだったら嫌じゃないか、うん、40分ぐらい乗り継いでとかだったらこのね出発地点がかなりね、うん、近くの近所のおばちゃんとかにも見られたりとかね。そうか、大変だな、うん、まあね皆さんも今日は楽しんでくださいね。はい、本当に。はい、メールはないですか。メールはですね、メールは大丈夫。はい、サザンブリーズね、ずっとお送りしてるんですけど、私が入ってからは1年はやってるから、もう1年半ぐらいはやってるかな、ちょっと覚えてないんですけど、最初の頃は一人でやってたり、はい、あの吉本のお笑い芸人のグリーンノートさんの2人とやってたりしたんですけどね、はいはい、いやいろいろ楽しかったです。そして途中からゲストにたまたま来た東さんに声をかけて、はい、告知で来ただけなのにどうですかアシスタント、一緒にねアシスタントね週一どうですかというね、それから楽しく喋らせていただいて、いやでも本当にねあの時誘っていただいて感謝してますよ。あ、本当ですか。うん、よかった。私もだからこんな誘って申し訳ないなと思いながらね、でも面白かったね、このゲストに来てもらった時の掛け合いが。本当ですか、はいはい、よかった。それで声かけさせてもらったんですけどね、引き受けてもらって、そう、毎週楽しかったです。ありがとうございます。いや、そう言っていただけたら、はいはいはい、嬉しいです、ね、そこからいろいろ本当にねご縁があって、うん、明日からなんとやらせていただけると、アシストゲストからアシスタント、アシスタントからメイン MC に、まあ、ね抜擢ですよ。いやいやいや、皆さん期待してくださいね。本当にね、まあ多分このサザンブリーズは各曜日いろんなリスナーさんがいらっしゃって、はいはいはい、ファンの方々いらっしゃると思うんですけども、うんうん、その方々のね期待を裏切らないように多分ね、どんな風になっていきますか。いつもね常連さん、あ、常連さん今日メッセージあんまりいつもバラバラですね。まあ、常連さん、いや聞いてるだけできっとね、聞いてはくれてると思うんですけどね。はい、そう、このサザンブリーズ私はもう今日で終わりなんです。結構長くやったな。つなぐね。でこの番組を通して本当にゲストの方にもたくさん出会えたし、うん、東さんも出会ったしね。あ、そうですね。でこの聞いてくださってる方も本当にいっぱい全然知らなかった人とのねこう。うん、やり取りできて、うん、すごいこう広がってよかったなって、いっぱい得るものがありました。面白かったです。ありがとうございました。もう感謝です。はい、ありがとうございます。あ、え、ゆきさん終わり。そうなんですよ、はい、終わりなんです。楽しかったです。ありがとう、はい、本当にもうお世話になってもいっぱいいっぱい、はい、でまだ時間あるんで、ね、だから新しくなるということで月曜日から木曜日もアシスタントもね、あ、そうそうそう、みんなこう新しく変わって、そう、皆さん新しい人入りますので、それも楽しみにしといてくださいね。はい、はい、ではこの辺で一つお知らせです、うん、お願いします。 FM ギノワンの忘年会がありますよ。おもう忘年会の話ちょっと早いかなとも思うんですけど、早いうちに言っときましょうね、はい、12月9日土曜日に、うん、夜7時半からあります、うん、FM ギノワンから徒歩2分のガレージバー JJ であります、はい、結構広いバーなんですよ、はい、参加費1人2000円お手頃、お、はい、ぜひ、リスナーさんもパーソナリティも
もう混ぜこぜ関係者みんな来てください。いいですね、リスナーさんも参加できるっていうのがすごいですね。はいはい、楽しいです、ね、去年も楽しかったですよ。やっぱりラジオされてる方みんな濃い。そりゃそうだ面白くなりそうなので今年も、はい、ぜひ来てください。はい、お願いいたします。いやーサザン終わりかは、あの明日からも続きますけどね、はいはいはい、私は卒業ですね。そうでございます。はい、明日はまた僕が登場する。明日からは新しくなって、明日から、ね、はい、登場しますのでぜひよろしくお願いします。あ、忘年会仮装は別にいいかなしなくてもえ、なんかやります？いや、来てもらってもいいですよ、仮装で、はい、これ、はい、忘年会ってなんかあるんですか、その、うん、イベント あ、 ありますよ。出し物的な、出し物も多分やるなって言ってもみんなやると思う。やりたい人たちの集まりじゃないですか。はいはいはい、はい、確かに、まあ飛び入りとかもどんどん、はい、なるほど。去年はどういう状況だったんですか？もう去年もずっとステージで。え、はい、あ、ステージがあるんですね。はいはい、で何かをやると、何かやる、何かやってる、はい、やりたい人はあの言ってくださいね。こっちでプログラムも決めて楽しくやりますので。すごい本格的ですねはい、それは楽しみだな。じゃあね、はい、皆さんに感謝を込めて最後に曲をお届けしようかなと。あのトロピカルビーチでのね放送ももう今日でちょうど終わり、まあ今日はスタジオですけども、うん、でその海開きの時に去年の最初にねトロピカルビーチのサテライトスタジオから放送しますよっていう時に、はい、多分最初にかけた曲じゃないかなと思うんですよ。そうなんですね、はい、その思い出の曲を、はい、ちょっとね海らしい曲、山下達郎のライドンタイム、それではサザンブリーズ一旦ねこのシーズン2は終わりですねそうなんですね、シーズン3ですね、はい、じゃあシーズン3でまた明日からは行きたいと思います。はい、いやー、まあ、あの、はい、本当に皆さんに感謝してます。まあこっちもね楽しくできたし、皆さんに本当に盛り上げていただいて、今までもね、これからもよろしくお願いします。お願いいたします。ミキヒコさん、結局キャリーパミュパミュは流さないどうするどうするってね、さっきからそのやり取りばっかりしてます。まああのパンプキンなんとか他の後からの番組でもかかるでしょうということで、ね、却下しました、すいません待ってた人すいませんでは、はい、まあサザンブリーズ、私はあのディレクションと、はい、あのジングルとか音楽とかでは関わりますので、はい、はい、これからもぜひ聞いてくださいね。まあ、誰かねアシスタントの方とかお休みの時に入っていただいて、あ、まあ、それも、ね、あるかもしれない、はい、ありがとうございました、はい、それでは今日のここまでのお相手は、はい、FM ギノワン田辺由紀と東克明でした。それではさようなら。さようなら。東さんはまた明日でもよかったんですか？新しありがとうございました。ありがとうございます。これからもこれからもね。これからもね。いやー、いけるかな。大丈夫です。全然大丈夫です。いやー。